皆さんこんにちは。先日近所の方から情報をいただき、3月の中旬に近くのコミュニティセンターで、イスラエルの国籍を持ってない私たちでも2回目のワクチンを受けることができました。副作用は受けた腕の方だけに筋肉痛の痛みのようなものがありました。で、父は翌日の夜にだるくなりましたけど、その後はもうすっかり元気になって回復していました。私が一番ひどかったからね、高熱のような感じのだるさと頭痛と、うん、なんか本当に全身体が痛かったんだけど、1日で終わった。1日、うん、スマホ専用のアプリをダウンロードしたらグリーンパスの証明書が発行されました。イスラエルでは現在528万人以上の方がもうすでにワクチンを受けております。マイパスを押すとこのようにグリーンパスが出てきます。イスラエルの国籍を持ってない外国人の私たちにもワクチンを受けさせてもらえたことに感謝です。トダーバーイスラエル。待って電話持っていく、パナナと一緒に。いいよ。いいの？パナナ。違う、バナナの話じゃない。いい、バナナ変で。え、ダメ、やめて。ボン。やめてって。今行きます。ハロー。